お世話になりました。私は市民活動支援センターの伊勢田と申します。よろしくお願いします。で、今日はですね、これからちょっとその後立場を変えて、講演の第一弾をさせていただくということで、私はごみ減量推進会議と町県環境も両方とも属しておりますので、その立場で説明させていただきます。で、今日説明させていただく資料というのは、大阪狭山市の、生活環境グループが作った資料を使わせてもらって説明するということなんです。で、いつも例年ですと支援センターでは9月から12月ぐらいにかけてまちづくり大学というのをやっておりまして、市民の方々が集まっていただいて、ボランティアを要請するといいますか、そういう講座をやっておるんですが、その中で一つの講座として、ゴミ事情というのを説明することになっているので、その時に使う資料を使って説明をさせていただくということでございます。で、ゴミといいますが、皆さん常々扱っておられるんで別に説明する必要はないんですけども、昔といいますか、私なんかの子供の頃というのは、確か私は兵庫県のある町で育ったんですが、確かリヤカーが回ってきてリヤカーに積んでいれたような気がするんですけども、その昔は皆さん川や、それから空き地に捨てるというのが普通だったんでしょう。今でもフィリピンであるか、その辺はそんな感じでゴミを捨ててるようですけれども、明治の初年頃にコレラが発生をして、それが機械にいわゆるゴミをそのむやみに捨ててはいかんということで、各都市がゴミの処理計画を作って処理をするようになったようです。で、最近は集めるだけじゃなくて焼くという、いや焼却するというのが普通になってます。で、関西地方は特に焼却の先進国で、ほとんど焼却していると思うんですけども、東京方面はまだ埋め立てということでやっている場合があるようです。で、ゴミの量の問題ですけども、これ、100年前どれぐらいだったんだろうということで、調べたんですけれども、大阪狭山市のデータというのはないんですが、京都市さんが細かくゴミの調査をやっておられまして、そのデータがあるんですけれども、100年前は約 100g だったようです。で、昭和10年は 200g で、終戦の時昭和20年はなんと 37.5g だったということで、ほとんど物を捨てずに家で焼くか、食べるものは全て食べるということで、ほとんどゴミが出なかったようです。で、これから説明する中で、狭山は今 800g 弱かなになってるんですが、そういう長い歴史があります。で、狭山ではですね、法律に基づいてこのように、ゴミと言いましても単純じゃなくて、いろんな品目に分かれて、これは法律で決められた名前なんで非常に難しいですけれども、こういう形で処理をしていってます。で、昨年のですね、大阪狭山市の皆さんがお出しになったゴミの量の総重量がこれです。で、このうち普通出してるのはこの
可燃ごみ、燃えるごみといわれるのは 76.5% で、粗大ごみが約 10% 弱ということです。で、その他は資源ごみ、資源ごみは 13.9% ということで、今1800トン強出ているということです。で、これが40年ぐらいかの平成8年から令和2年度までのゴミの 量の変化です。ですから昭和17、平成17年が一番多かったんですが、それから狭山は徐々に減ってきているというのが現状です。で、この表はいつも皆さん見られていると思うんですけれども、1人1日あたりの南川自治区における1人1日あたりのゴミの排出量です。で、昭和23年以前はですね、この一番上の青い線が狭山です。ですから1000グラムを超してました。ワースト1って盛んに言われたんですが、一応そういう数字だったんですが、まあ皆さん方市民の方々の努力のおかげで今はですね、他のところは上がり下がりありますけれども、狭山は完全に右下がりでなってます。ですからこれはもう本当に皆さんの、市民の皆さんのいわゆる意識の高さでこうなってきてるんだろうということです。ですから今はですね、844g ということですね。これは広報その他にも載してると思いますが、まあ、こういうことで非常に、減ってきているという実情です。で、お金ですね、お金がどれぐらいかかってるんだろうということですけれども、75% ぐらいがいわゆるこの 黒く見えてるのが収集運搬の費用ですね。あ、事務所、収集運搬費用で、この南川市環境事業組合負担金といいますのは、燃やす費用です。ですからこれで約 75% ぐらいかかっているということです。ですからゴミを減量すればですね、この南川地の負担金が減ってくるということで、これがですね、過去10年間のいわゆる処理費の推移です。ですからこれを見ていたら分かるように、焼却の費用が平成23年度は4億7千万だったやつが今3億弱と2億9900万という数字になっているということで、まあ、これは原料だけで下がったんじゃないんですが、まあ、ここの平成26年から27年に変わるときに1億弱急に減ってますね。でこれは組合の焼却炉の改修工事でお金がかかったので、それの焼却費用が
この間は変わっておったと。これが焼却終わったということで一挙に1億下がったということなんですが、まあ、しかしいずれにしてもそのこの23年の4億7000万から2億9900万まで下がっているというのは皆さんの減量のおかげだと思っております。でここでちょっと注意していただけたら収集の費用です。これは量が減っても同じような集め方してますね。週に、次に2回ですか、必ず収集に来てくれます。ですからそういう費用は変わっておらずに徐々に増えていってます。だから23年が5億6000万だったやつが今は3億弱ということで徐々にずっと増えていってます。でこの辺もやっぱりいろいろ行政の方で、注意をしながらやっていただかなきゃいかんところだと思いますけれども、なかなか難しくてですね、やっぱり一挙に量が減れば車の台数減らしたらいいんですけども、そういうわけにいきませんから、同じようなやっぱり収集をそのサボるわけにいかないんで、同じようにやっぱりかかっていってます。ですからこの費用を何とかしなきゃいかんのだろうと思っております。でそれもいろいろ提案してるんですが、我々にも知恵がなくてなかなかそのいい知恵を伺わずにこの費用が徐々に増えていっているというのが必要です。でこれは先ほど言いましたようなゴミの減量によって、どこが減るんだということで考えていただくのと、それと同時に1人1日当たりどれがかかってるんだというのを参考にしていただけたらと思います。で、いわゆるこのゴミの量が減ればここの数字が大きく変わります。2億2700万という数字が、これがもう持ち込まれた量によって必ず変わります。これは車収集車が行って処理場へ行って測りにかかって重量を測って、でそれを集計してお金のやり取りをするということになってますんで、極端にここはもう確実量が減ればこの管理費というのがもう極端に下がってきます。で、これは各地でやってるんですが、一般廃棄物処理基本計画というのを必ず各市町村でも作っております。で、狭山でもですね、平成26年の3月に一応これを作って、その時に、チャレンジ40といいますか、このように、処理費用をですね、いわゆる 40% 減らそうと、量をですね、量を減らそうということで考えて、策定した、文書があります。一応でその時に、燃えるゴミを 39% 下げようではないかということで考えたわけです。でその時に、どういう方法でというのはここに書いてあるとおりなので、ちょっと詳しく説明はできませんが、一応読んでいただいてぜひ協力いただきたいと思っております。で、あと、まあ、ゴミの分別についてはですね、これから数ページありますけれども、一応これについては皆さん普段からおやりになっているんで、説明をする必要はないと思うんで、ぜひお守りいただいて、まあ、分別はここにありますように燃やすゴミが減るであるとかで、分別した他の資源は利用するということで、燃やすんじゃなくて利用するんだと。でそれと同時に燃やすためにいろいろ
まあ、石油を使うわけですけれども、それで費用が減ってくると環境に負荷をかけないということでございます。で、ここで、お願いといいますか、まあ、我々、両部会でですね、いろいろ言ってるんですが、40% いわゆるを達成するためにどうしなきゃいかんかということなんですが、今確か平成28年だったかな、古川市長が言ってましたけども、プラスチックごみをゼロにするんだと。これは大阪で環境サミットがあった時に大阪府が提唱して、でそれに基づいて各市町村、大阪府下の市町村ともプラスチックごみをゼロにするということで宣言をされていますけれども、まあ、実際にはなかなか進んないのが現状です。非常にやっぱり難しい。で、最後でも行政の方で検討されて、視界に出したのか出してないか分かりませんが、プラスチック、その他プラスチックを分別しようと、いわゆるプラスチックを分別してですね、暴力学が減らそうという計画を立てて、提案をしてるんですが、当局の話ではそのために費用が3000万かかるということで躊躇をしております。ですから議会であるとか市長部会であるとか、その辺まではなかなか意見が通らずに、できてないということがありますけれども、この南側地6市町村の中で最後だけが分別してないんですよね。でぜひ分別をして燃やすごみを減らしてということ、その 40% チャレンジ40を達成するためにはやっぱやらないかのだろうと思うんですが、まあ、そのためにいろいろな工夫がいると思います。ですから皆さんも声を上げていただくか、ご提案をいただくか、何かをしてぜひその達成したいと。まあ、最後の手段はですね、有料化ですよ。ゴミの有料化をすればおそらくどんと減りますから、まあ、それは、まあ、議員の方も提案しにくいでしょうし、役所の方もなかなかそこまではいかない、どうしてもやらないかというか、そういう問題が出てくる可能性があるということだけです。実際にはできないと思いますけど、ただ大阪狭山市はですね、統計上はその有料都市になってます。というのは、皆さんご家庭でもらっていられるゴミシール、これを貼ってると無料ですよね。ですからほとんどの家庭は無料で行けるんですが、やはりゴミのたくさん出るご家庭がありますよね。子供さんが多いとか、病人が抱えているとか、いろんなことで、ゴミが多い家庭もある。でその家庭にはゴミシールを有料で役所は販売してるんです。ですからそれを使う人がおるということで、大阪狭山市は有料の分野に入ってます。実際には私無料だと思うけど、まあ、統計上はそういうことになっています。まあ、そういうことで、私のゴミの事情ということについて説明を終わらせていただきます。で、あとこの後その食品ロスについてのお話を、中澤さんにお願いをいたします。ちょっといろいろ資料がたくさんついてますけど、お読みいただいてご利用いただけたらと思います。じゃあよろしくお願いします。